かじりおしり虫さん。あ、これ、値段わかんない。これが海外から来てるのかな。こんにちは。呂布さんは特別な喉のケアなどはされてますか？してませんね。してないです。ただ、日頃からね、大声出したりしないようにっていうのはしてますね。ライブの時に大声出したりとか、こう喉を酷使するようなラップの仕方はしてない。声を作った声でやったりとかさ。するとやっぱ喉にどうしても負担が出てくるんだけど、俺は本当に地声のままで、で、大声出さずに、ほぼ会話、まあ、会話よりはちょっと出てるけど、喉を痛めるようなね、ラップの仕方は基本的にしてないので、特別な喉のケアは今のところ必要ないですね。